クオリア。クオリア。複数形、単数形とは、心的生活のうち、内観によって知られうる、現象的側面のこと、とりわけそれを構成する個々の質、感覚のことを言う。日本語では感覚質と訳される。簡単に言えば、クオリアとは、漢字のことである。いちごのあの赤い漢字、空のあの青々とした漢字、二日酔いで、頭が、ズキズキ痛む。 あの感じ、面白い映画を見ている時のワクワクする、あの感じといった主観的に体験される様々な質のことである。外部からの刺激、情報、体の感覚器が捉え、それが神経細胞の活動伝意として脳に伝達される。すると何らかの質感が経験される。例えば波長七百ナノメートルの光、視覚刺激を目を通じて脳が受け取ったとき、あなたは、 赤さを感じる。このあなたが感じる赤さがクオリアの一種である。人が痛みを感じるとき、脳の神経細胞網を走るのは、痛みの感触そのものではなく、電気信号である活動で位脳が特定の状態になると痛みを感じるという対応関係があるだろうものの、痛みは電気信号や脳の状態とは別のものである。クオリアとは、ここで、 痛みの感覚それ自体にあたるものである。クオリアは身近な概念でありながら、科学的にはうまく扱えるかどうかがはっきりしていない。この問題は説明のギャップ、クオリア問題、または意識のハードプロブレムなどと呼ばれている。現在のところ、クオリアとはどういうものなのか、科学的な物質とどういう関係にあるのかという基本的な点に関して研究者らによる定説はない。 現在のクオリアに関する議論は、このクオリア問題、または意識のハードプロブレムを何らかの形で解決しよう、または解決できないにしても何らかの合意点ぐらいは見出そうという方向で行われており、これは疑似問題に過ぎないのではないかという立場から、クオリアの振る舞いを記述する新しい自然法則が存在するのではないかという立場まで様々な考え方が提出されている。 現在こうした議論は、哲学の側では、心の哲学、心身問題や自由意志の問題などを扱う、哲学の一文化を中心に、古来からの哲学的テーマである、心身問題を議論する際に、中心的な役割を果たす概念して展開、議論されている。また科学の側では、神経科学、認知科学といった人間の心を扱う分野を中心に、 クオリアの問題が議論されている。ただし、科学分野では、経時上学的な議論を避けるために、意識や気づきの研究として扱われている。クオリアという言葉は、質を意味する、ラテン語の名詞、あるいはに由来する。この言葉自体の歴史は、古く4世紀に執筆された、アウグスティヌスの著作、神の国にも登場する。 しかし現代的な意味でこのクオリアという言葉が使われ、出すのは20世紀に入ってからのことである。まず1929年、哲学者、クラレンス・アービング・ルイスが著作、精神と世界の秩序において、現在の意味とほぼ同じ形で、クオリアという言葉を使用した。その後、1950年代から1960年代に、 かけて、ルイスの教え子であるアメリカの哲学者、ネルソン・グッドマンラによってこの言葉が広められた。1974年、主観性の問題に関する有名な論文が現れる。アメリカの哲学者、トマス・ネーゲルが提示した、コウモリであるとは、どのようなことかという思考実験において、物理主義は、意識的な体験の具体的な現れについて、完全に論じ切れていない。 という主張が強く訴えられた。九百八十二年には、オーストラリアの哲学者、フランク・ジャクソンが、マリーの部屋という思考実験を提唱し、普通の科学的知識の中には、クオリアの問題は還元しきれないのではないか、という疑念が提唱された。また、九百八十三年には、アメリカの哲学者、ジョセフ・レバインが、脳についての神経科学的な説明と、私たちの持つ、 主観的な意識的体験の間には、ギャップがある、という説明のギャップの議論を展開する。こうしたネーゲル・ジャクソンの論文が登場し始めた1970年代後半あたりから、徐々に、科学や物理学との関連の中で、クオリアの議論が展開されること多くなった。こうした流れの中で最も強い反響を得たのは、オーストラリアの哲学者、デイビッド・チャーマーズの主張である。 1995年から1997年にかけてチャーマーズは一連の著作を通じて現在の物理学とクオリアとの関係についてハードプロブレム、哲学的ゾンビといった言葉を用いて非常に強い立場での議論を展開する。今までの哲学者の議論がどちらかというと控えめな形での物理主義批判であったのに対しチャーマーズはクオリアは 自然界の基本的な要素の一つであり、クオリアを現在の物理学の中に還元することは不可能である。意識の問題を解決するにはクオリアに関する新しい自然法則の探求が必要である。という強い立場を前面に押し出す。このチャーマーズの立場は岩石やサーモスタットにさえ意識体験があるとする半身論を含むほど強い立場であり、 古典的なデカルト的、実体に言論の復活だ、といった誤解による批判も含めて強い反論があった。こうした強い反応が出た背景には、脳科学、神経科学が大きい注目を浴び始めていた時代的タイミングがあった。何にせよ、この議論は大きな反応を呼び、今まで一部の哲学者の間だけで議論されていたクオリアの問題が広い範囲の人々、哲学者のみならず、 神経科学者やエンジニア、理論物理学者などへ知れ渡る一つのきっかけとなる。その後、通ン会議1994年代や意識研究学会1994年代などの国際的な研究会、学会も継続的に開催され、1992年九1994年九1994年代といった意識を専門的に扱う。 学術雑誌も語を盛る。そして意識の問題を扱った数多くの書籍が出版されていく。これらによって意見の一致が見られるようになったというわけではないが、様々な分野でどういう問題が議論されているのか、何が論点なのかといった問題に関する情報についての相互理解は進むようになった。哲学的な施策の歴史を振り返ると、類似の意味を持った概念は歴史上、 幾度も使われている。例えば、ジョン・ロックが一次性質と対比させて使った二次性質という概念、カントが物自体という概念と対比して使った表彰、論理実証主義者たちが使用したセンスデータ、感覚予見の概念、また現象学における現象、そして仏教における六社西田喜太朗における純粋経験等がある。 これらは異なる文脈や意味で使用されてきた言葉だが、主観的な意識的な体験、意識的な現れのことを主に指す言葉として、それぞれの時代の議論の中で用いられた。西洋哲学の歴史の中での扱いの変化を見ると、こうした意識へ現れるものというのは、長い間、最も確実で疑い得ないものとして扱われてきた。つまり主に認識論、正しい知識とは何か。 確実な知識とは何かということを扱う哲学の一分野の議論の中で一番確実視される基盤的なものとして扱われることが長く続いた。例えばカントは世界の本当のところどうなっているかはわからないもの自体は知り得ないしかし意識への現れ表彰については語り得るといった認識論を展開した二十世紀前半の論理実証主義者らは 科学の認識論的な基礎付けは、様々な命題を最終的には、感覚的な言明、赤い色が見える、など、に帰着させることで達成されるだろう、といった考え方をした。しかしこうした二十世紀前半まで、西洋哲学の中で、そうした主観的で意識的な感覚というのがそもそも、何なのか、という議論は、さほど活発ではなく、問われることもそう多くなかった。 20世紀終盤になって出てきたクオリアに関する説明のギャップやハードプロブレムの議論は認識論の文脈というより主観的な意識的体験とは何のかこれは脳と同じものか違う存在かといった存在論的な議論が大きい比重を占めている人間の体験するクオリアは実に多彩でありそれぞれが独特の感じを持つ例えば視覚聴覚 嗅覚からはそれぞれ全く違ったクオリアが得られる。どういった状態にクオリアが伴い、またどういった状態には伴わないのか、この点はしばしば議論の的となる。以下に独特の質感を持つ、つまりクオリアを持つと多くの人が考えるもの例を挙げる。他にも、冷熱体験や、さらには感情もクオリアを伴うと考えられている。心的表彰。 意識的な思考、そして自分という感覚は、それが質感を持つかどうかについて議論が分かれる。このようなクオリアの種類のことを感覚のモダリティと呼ぶ。感覚のモダリティは基本的にお互いに異なっているのだが、時には違ったモダリティが混ざり合うこともあり、そのような現象は共感覚と呼ばれている。クオリアがどういったものかであると定義するかには様々な考え方があるが、 おおよそ次に挙げるような性質があるものとして、議論される。クオリアの問題を扱った、思考実験に、以下のようなものがある。例えば、リンゴの色について考えた場合、自然科学の世界では、リンゴの色は、リンゴ表面の分子パターンによって決定されるとだけ、説明する。つまり、リンゴ表面の分子パターンが、リンゴに入射する、光のうち700ナノメートル前後の波長だけを、 よく反射し、それが眼球内の網膜によって受け取られると、それが赤座の刺激となるのだ、と説明する。そしてこの一連の現象のうち、という点に関しては、神経科学でも物理学でも、哲学でも、専門分野の違いに関わりなく、ほぼすべての研究者の間で意見が一致する。だがこうした、物理学的、科学的な知見を積み重ねても、最後のステップ、 すなわち、この波長の光がなぜあの赤さという特定の感触を与え、この範囲の光はどうしてあの青さという特定の感を与えるのだろうかといった問題は解決されない。この現在の自然科学からは抜け落ちている残されたポイント、すなわち物理的状態がなぜどのようにしてクオリアを生み出すのかという問題について、哲学者ディビット・チャーマーズは1994年、 通村会議という意識をテーマとした学際的なカンファレンスで、それは本当に難しい問題であるとして、その問題に、ハードプロブレムという名前を与えた。厚精神薬や大脳皮質への電気刺激の実験などからもわかるように、脳の物理的な状態と体験されるクオリアの間には因果関係があると推測される。しかしながらそれが具体的にどのような関係にあるのかは、 まだ明らかではない。この脳の物理的な状態と体験されるクオリアがどのような因果関係にあるのかという問題に対しては抽象的ではあるが様々な仮説が提唱されている。こうしたクオリアを整然とした自然科学、とりわけ物理学の体系の中に位置づけていこうという試みはクオリアの自然科と呼ばれ心の哲学における重要な議題の一つとなっている。 クオリアに関する議論は様々な論点が知られている。中でも最も大きな論争となるのは、クオリアは現在の物理学の中でどこに位置づけられるのかという形上学的、存在論的な位置づけについての哲学的な議論である。この問題に対する考え方や分類は論者によって様々であり、一概に分類することはできない。 しばしば、各人の立場は、物理主義から二元論までの段階的なスペクトルの、どこかに位置づけられるとも言われる。ここでは、簡単に、心身問題の伝統的な三つの立場、物理主義的立場、いわゆる唯物論的立場、そして二元論的立場、そして関念論的立場、の三つに分けて説明する。現在の議論の中心は主に物理主義的な立場と二元論的な、 立場の間で行われていい。哲学的な立場に関する、より詳細な分類については、チャーマーズによる A、B、C、D、E、F の6分類などがある。クオリアは何か、非常に真新しく、現在の物理学の中には含まれていないもののように、見えるが、そんなことはない。すでに含まれているのだ、という立場。こうした立場は一般に、唯物論、または、 物理主義的と呼ばれる。この立場を取る世界的に有名な論者として、フランシス・クリック、ダニエル・デネット、チャーチランド夫妻、パトリシア・チャーチランド、ポール・チャーチランドが、また、日本語圏で有名な論者として、シン・ハラ・ユキヒロ、カナスギ・タケシがいる。この立場では、フロギストン、カロリック、正規といった科学史上の誤りを例にとって、 クオリアもそうした例の一つに過ぎないとえる。物理主義的立場には、同一説、機能主義、消去主義、表彰説、公開思考説など様々なバージョンがある。クオリアに関する物理主義的立場の代表的なものの、一つが思考説、表彰説である。その主要な論者は、ギルバート・ハーマン、マイケル・タイ、フレッド・ドレツキである。彼らによれば、クオリアは、 あるいはクオリアの代わりにあるものは、ある種の思考的内容、表彰内容である。このように、クオリアと思考性の関わりを積極的に提案するものはしばしば物理主者であり、かつしばしば機能主義者であるが、必ずしもそうとは限らない。例えば、デイビッド・チャーマーズは、物理主義者ではないが、クオリアと思考性に密接な関わりがあると考えている。クオリアは、 現在の物理学の範囲内には含まれていないと考える立場。つまり、基地の物理量の組み合わせでクオリアを表現することはできないという立場。こうした立場は一般に二元論的と呼ばれる。ただし二元論と呼ばれてはいるが、霊魂や魂の存在を仮定するデカルト的な実態二元論を主張しているわけではない。この点を区別するために、 現代の意識に関する二元論のことを自然主義的に言論とも言う。この立場は大きく次の二つに分かれる。一つは物理学の拡張によって問題は解決されるという立場である。そしてもう一つはそもそも私たち人間の思考能力、認知能力の範囲内ではこの問題は解けないという立場である。クオリアは現在の物理学に含まれていないから、 クオリアを含んだより拡張された物理学を作ろうという立場。世界的に有名な論者として、デイビッド・チャーマーズ、ロジャー・ペンローズが、またペンローズの流派に属する日本語圏で有名な論者として、モテギ・ケンイチローがいる。この立場には二つの違った流れがある。クオリアは現在の物理学に含まれておらず、ハードプロブレムは依然として残っているが、 私たち人間の能力では、この問題は解くことができないだろう、と考える立場。一般に新神秘主義と呼ばれる。代表的な論者に、トマス・ネーゲル、コリン・マッキン、スティーブン・ピンカーなどがいる。ネーゲルは意識の主観性の問題を解決するには、宇宙に関する見方を根本的に変えるような、概念枠の蚊がない限り無理だろう、と考える。マッキンは、 人間という種が持つ固有の認知メカニズムはある一定の能力的限界を持っておりそのキャパシティを超えた問題が人間には把握できないという認知的閉鎖の概念を軸に置くそして意識の問題はそうした私たち人間のキャパシティの範囲を超えた問題つまり解決できない問題なのだと考える主観性を思考の出発点に置きつつ物理主義と二元論の 間の対立の構図を批判する立場がある。この立場から主張される主な論点として物理主義も二元論も共に客観的な物理的実在を最初から舞していることについての批判がある。例えばマックス・ベルマンズは再帰的一元論と呼ぶ自身の立場の中で2008年客観的な物質概念は意識体験から得られたものであり、 客観的な物質概念を最初から前提している立場は、それが物理主義的立場であれ二元論的立場であれ、そもそもの議論の前提がおかしいと主張する。こうした立場からの分析は、現象学的アプローチ、ファナマナロジクルアプローチとも呼ばれる。日本語圏では、長井糸氏がこれと似た主張を行う。長井は、客観的な物質概念はもとより、 現象意識という概念も一種の構成概念であるとし、まずあるのは、たった一つの自分の主観性、長井は私、これなどと書くだけである点を強調する。加えて、長井は、主観的な意識の問題は、現在であること、現在性、なう、現実であること、現実性、アクチュアリティなどと同じ、内容的規定性を持たないという点から来る、問題だとする。 今が人によって違っても何も違うと言えるところがない。この世界が実在の世界でなくただの可能世界であって、何も違うと言えるところがない。この世界から私が消え去っても何も違うと言えるところがない。それゆえに、この問題は、神聖の問題ではあるけれども、にもかかわらず、公共的な言語の上では語ることができないもの、ウィトゲンシュタインが言うところの、語り得ないものであり、 言語で取り扱えないものだとする。科学の立場からの研究においては、上に述べたようなクオリアに関する存在論的な議論、この世界に本当にあるのは何か、という議論には直接関わらないのが一般的である。神経科学分野の有名な、非常に分厚い教科書噛んでるのでは意識の主観性の問題に数ページを割いている。そこでは、科学者には、 ハードプロブレムに直接取り組む前にやるべきことがまだあまた来るのでそこを研究していけばよいということを科学者としての一つの一般的姿勢として示している。フランシス・クリックはハードプロブレムに直接取り組むべきでないこと、またクリストフ・コッホは意識の神経相関物と意識体験の関係を仮定せずに研究を行うことを書いている。こうした科学者の主張する内容にはいくつかの点が あるが、主に次のようなものがある。こうした考えを背景に科学者は意識体験に関する実証的な調査、研究を進めている。意識と相関するニューロン、意識に相関した脳活動、特定の意識体験を起こすのに必要な最小のニューロンのメカニズムとプロセスを同定していく研究。クリストフ・コフコが有名である。これは NCC の研究と、 平行するが、模試、反則空間無視、共感覚、検出、といった様々な事例、症例の調査、研究をもとに、質感の問題にアプローチしていくスタイル。ラマチャンドランが有名。一般に科学者たちは、哲学的な意味での自身の立場ははっきりと主張しないことが多い。科学者ならば、全員が、物理主義者なのだろう、とも思うかもしれないが、別に、 そういうわけではなく、各人のクオリアに対する哲学的な立場は様々である。例えば運動準備電位の研究で有名なベンジャミン・リベットや、また睡眠の研究者であるジュリオトノーにように自然主義的に言論的な意識についての理論を発表している者も,もいるし、またウィラヤヌル・ラマチャンドランのように自分は中立一言論者だと、はっきり哲学的なポジションを明言しているような、 科学者もいる。クオリアという主題には数多い論点があり、その全体をここで網羅しきることはできない。いくつかの代表的な論点を挙げる。まず有名な論点として、そもそもクオリアなんてないという非常に根本的な反論がある。こうした主張を強く行う人物として、有名な哲学者としてダニエル・デネットがいる。デネットの立場は消去主義的唯物論。 または、消去主義、イリマナティビザムと言われる。デネットが行う主張を左側として、デネットがその論的としている対立側を右側として、両サイドがどういった点で対立し、そして、どういう点では一致しているのか、その状況を以下に簡単に一覧する。デネットからすると、クオリアがある、などという主張は錯覚でしかなく、ハードプロブレムは完全な疑似問題である。 しかし質感があると確信している側は、この問題を錯覚として消去しようという主張はありえないとして拒絶する。この点について、デネットは、これほど強い錯覚が生じるのは、それを担っている、一定の神経基盤があるからだろうを論じる。心理学者、ニコラス・ハンフリーもデネットと似た立場を取る。ハンフリーによれば、 人にとって意識が不可解に思えるのは、そういう錯覚を生み出す機構が脳内にあるからであり、そして不可解に思えることそれ自体が進化的な意味を持っている、とする。つまり意識が不可解に思えるという錯覚が、不滅の霊魂や来世といった信念の余地を残し、それにより知性を持った人間を完全な絶望からくる自殺から遠ざける、といった意味を持っただろうとする。つまり、 意識を不可解であると誤解する機能からの適応度の向上、残される子孫の数増加への寄与があったのではないか、とする。逆に、ネド・ブロックなどは、デネットは認知に関わる、ある種の機能障害を持っているのではないか、という可能性を指摘する。ブロックがこうした主張を行う背景には一定の経験がある。ブロックは、自身の教員としての経験から、 現象性の問題を理解できない人が、なぜかはわからないが、一定数いる、と語っている。ブロックによれば、大学初年度の学生に逆転コーディアの思考実験にて説明すると、およそ3分の2の学生は、何を言ってるかわかると答えるという。中には小さい頃から自分でその問題を考えていた、という学生もいるという。しかし残りの3分の1の学生は、 何の話をしているのかわからないと答えるという。ブロックは逆転クオリアの思考実験は、10歳に満たない自分の娘でも理解できたのに、なぜ一部の大学生に理解できないなどということがあるのか、と疑問を持つ。そしてブロックは、ある種の認知的な機能の違いが、現象性の問題の理解を妨げているのではないかという可能性を指摘す。そしてそうした人の中から、 デネットのような主張を行う人が出てくるのではないかとする。そして、こうした機能的際は実験的に研究できる対象であろうから、逆転クオリアのようなある種の思考実験への反応と他のファクターとの相関をとって研究することが可能ではないかと指摘する。こうして、両サイドの主張は真っ向から食い違っているものの、現象判断の過程。 つまりクオリアについて判断している、神経過程について科学的に研究することが重要だという点では、両サイドにいる多くの論者の考えは一致している。クオリアの科学はどのようにすれば可能なのか。科学的方法論に基づいてクオリアを扱おうとすると出会う最大の困難は、実験で直接クオリアを測定できないことである。 将来的にどうであるのかついてはクオリアに対してとる。哲学的立場により帰結は異なる。物理主義的立場なら、原理的には可能であろうし、二元論的立場なら、その因果的な性質に応じて、可能、または、不可能である。このことを、我々は意識メーター、感謝スネスメーターを持たないなどと比喩的に表現する、こともある。この他者の主観的経験を観測できないという、 問題は、歴史的には他我が問題として議論されてきた、この観測不可能性を他者の内面の不存在にまで極端化した立場は、毒画論と呼ばれる。例えば、単純に観測できそうな快感の度合いすら他者には観測できない。顔を歪め息も、絶え絶えに体を痙攣させている女性がいるとしよう。一見、苦痛を感じているように見えるが、実際には、永住神経が興奮し、 データエンドルフィンが多量に分泌され、激しい快感を覚えていることがわかる。ここまではわかる。しかし、その快感がどのように感じられているのかがわからないのである。実際にオーガズムを感じたことのない女性には、それがどのようなものかがわからないということは手も多い。実際に感じるしか方法がない現在、どうすればクオリアや意識を科学の表舞台に引き上げられるのか。 その方法論や哲学的基礎づけに関して様々な議論がなされている。クオリアが存在論的な意味で何であるかとは別として何がクオリアを持つのかという問題がある。人間の大人は質感を持つことは一つの前提となるがそこから距離を置いたものとしてよく議論されるのが以下の三つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。